んにちは、ももです。くろです。ももくろチャンネルです。はぁー、外だー、ロケー、初ロケ。信じらんないね。去年の12月から私たちやってるので、はい、もうね、その時はコロナ禍ということで、今ちょっとやっととうとう出てきてみました。そんな今日の初ロケは、はい、私がすごくおすすめのラーメン屋さんにクロちゃんを連れてきて、イエーイ。それではどうぞ。名古屋で、うん、名古屋で、うん、全然あの得意の食べログのあれもしてない、全然何もしてない、もうしょっぱみを求めて、そう、隣のお店に入ったら、うんうん、めちゃ、え、なんだこれっていう、めちゃくちゃの衝撃を受けたラーメンだったので、まあちょっと盛りすぎはね、食べる直前にこんな盛るとちょっとあんま良くないまあでももうすでに相当盛られてるから、もうこっからの盛りはあんま変わんないんだけど、ちょっと一回初期ラーメン屋なの。ラーメン屋さん、イタリアンラーメン屋さんで、へー、そんなんなんか聞いたことないね、そもそもが。まあイタリアンといえばやっぱニンニクですよね。ニンニクが効いてて、うん、でもラーメンもニンニク、オリーブオイル、オリーブオイルとニンニクの掛け合わせですよ。え、でトマト、レモンパクチーラーメンっていうのがめちゃくちゃ美味しくって、酸っぱみね、酸っぱみ、酸っぱみかけるニンニクかけるオリーブオイル、やばいやばいやばい、これが本当に美味しいので、楽しみ。クロちゃんの反応が楽しみ。え、ちょっと麺は何麺系、細麺、細あったか、あったか、あったか、あったかった。細好き、マジであの博多のラーメンとか大好き。そうだよね。でももちゃんは細好きってわけじゃないんだよ。細好き、細好き、超細好きえ、そうだっけ。そうだよ。太は嫌だ。太も行けなかったっけ。あ、でき、あ、二郎ぐらい。二郎はもうあれは太で、でもあれ細でもちょっと食べてみたい気持ちもあるよね。まあ細なんだ、やばい、超お腹空い。はい、というわけでちょっと市ヶ谷まで、うん、市ヶ谷にあんだね。店舗がいろいろありまして、渋谷とかにもあるんですけど、うんうん、今日は市ヶ谷店は行きたことあるの。ないです。おお、え、店舗、こっちで店舗行ったことない。ない。うんうんうん、はい。なんか仲良しのちいちゃんが行ってくれてたよね、早速。そうそうそう渋谷行ったのかな、あれは。渋谷行ったって言ってた。でも渋谷にパクチーがなかったの。え、あんの今日、どうしようかな、市ヶ谷にあんのかな。ドキドキ。なかったらどうしよう。なかったらどうしたらいいんだろうこれは結構パクチーが重要だと思うんで。え、でもなんか自分で家で食べた時はあった。あ、ウーバーした時はどこ店だったんだろう、わかんないけど、レモンパクチーめ食べれた。え、やっぱ店舗と家だとどんぐらいのレベル落ちますか。家も茹でなきゃいけないから、うん、おお、いや、あんまり麺だけで食うの。麺だけで。え、でもそれがありがたくないの、伸びまくるやんね。でも、うん、やっぱちょっと薄まるじゃん、茹で汁で。あ、若干だけどさ、茹で汁しっかり切らないと。そう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 、厳しい。まあそれも考慮して作ってほしいよな。まあね、まあでもそれはね、足元気をつけて、うん、人の何頑張れるかっていう。でも本当味覚って面白いもんでさ、うん、ね、好みもあるしさ、そうだよ、なんか味濃い人がやったら濃くなっちゃうし、なんかその感覚ってすっごい難しいよね。人それぞれすぎて、でも私たちって割と合ってるような気がするけど、どうなんでしょうか。うんうん、いや合ってると思うけど、結構これ合ってる合ってないは大変だよね。友達でもカップルでも。そうだね。楽しみ。どうしよう、混んでたら。でもね、名古屋店で、ね、うん、誰もいなかった。本当お客さんゼロで。よく入ったね、そんなところ。なんかそんな嫌がりそうじゃん。ちゃんと美味しくないと。でもメニューを見た時点で、あー、うんうん、なるほどね。本当みんなそこまで注目してないと思うんだけど。え、静かも美味しいって言ってた。あー、静かそこまで感動しなかったかも。やべえじゃん。で、静香が頼んだのはなんかチーズと生ハムのやつだったの。あー、でもほんとイタリアン系なんだね。そうそうそう。でもその酸っぱみとかパクチーとかもさ、好み分かれるもん。めちゃくちゃ分かれるかも。さてさてさて、あった、はい、待って、ある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 、レモンパクチーラーメンやった。いや、超美味しい。てか結構これとかも強そうじゃん。あ、そう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 。やばい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 、食べてマジ美味しそうじゃん。これ行こうと思ったらこれがなくって、これめっちゃ食べれる。3個食べる。最後にリゾットこれやってた。え、これ静香はどれ頼んだんだっけ。静香はこれ頼んだ。一番人気って書いてあるもんね。いや、そうだよ。でも酸っぱいのめっちゃ美味しそうだし、この普通のも美味しそうだし、これの普通もちょっと気になるよ。そうです。なんかこれトマトのやつがすごい映えそうだ。でもこれも映えばすごそう。生ハムブロマージュ、ごめんなさい。来た、来ました、ついに来ました。ついに来
レモンパクチーラーメンですね。あ、静かと、うん、目の前食べそうだけど先にチーズと麺を絡めて召し上がりください。うーん、美味しい。あんまりタレの感ない、うん、美味しい。しっかり味がでもやっぱオリーブオイルがちょっとそれ味が混ざる。でもこっちを食べてほしいんだよね。そうだよ。うん、でももちもち。何よりこのパン酸味がやばい、やばい。これこれは美味しい。やっぱりこれ少しニンニク、うん、でもあんま分かんないです。生モッツァレラを絡めて絡まってるモッツァレラが、おお、いただきます。おいしいの、おいしいの、味の音、嘘、うん、こっちこっち、いや、こっちが好き。でも、めっちゃ濃厚で美味しい。なにこれ、やばい。うん、美味しいです。マジ美味しい。もう合うよ。切って戻すな。すごい。どっちかち。なんかカルボナーラ感ちょっと出る。あるね。でもやっぱ絶対こっちだもんね。そうだよね。サンジさんパッキーラーメンを教えて言ったのに、二人とも生ラーメンを教えてくれて、どういうことなんだろう。めちゃくちゃ美味しかったです。あ、美味しかった。この普通のレモンを食べたい。え、やばい、ももちゃん、本当ありがとう。よかった。汗がすごい、ごめんね。本当にやばい、タイプだった。マジで。人気ナンバーワンこれになってますが、お願い、みんなお願い、私たちの好みを知りたかった。お願いだからこっちを選んでください。しかも一番右の一番下。すごいサブ感出てる。出てる。もう本当に通な人はぐらいな感じになっちゃってる。もったいない。マジで美味しかった。あと麺をもうちょっと買ったくて。でもほら、そういうものなのかな。私たちが喋ってたから、一刻も早く食べないといけないな。じゃあ、一刻も早く皆さん食べて、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ持ち帰りあんじゃん。まあ、ウーバーになるぐらいです。持ち帰り。面白かった。美味しかった。また絶対来ます。じゃあ、今度はこれからおすすめお願いします。おすすめのラーメン、じゃあ、矢島行きましょう。はい、というわけで今日はももちゃんおすすめのラーメンを食べに来ました。皆さんありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。過去の動画はこちら、チャンネル登録はこちら、画面をタッチしてね。またね、バイバイ。